ニコラ・ヌクルは、カメルーンやウンデ出身の同国代表のサッカー選手。無所属。ポジションは DF。一部では、エンクルとも表記される。サミュエル・エトーや、イドリス・カルロス・カメニトを輩出した母国のドゥアラを拠点とするカジスポーツアカデミーを経て、2007年、下旬に、リーグアンの AS モナコ加入し、3年のプロ契約を締結。この2007から08シーズンは4部を戦う。 リザーブチームでプレーした。2008年7月にトップチームに登録され、プレシーズンマッチ初戦、同一部のトゥールーズ FC 戦、クロアチアの NK、ザグレイブ戦と2試合に出場し、同年9月13日の FC ロリアン戦で、先発でプロデビューを果たし、65分までプレーした。翌年からはギーラコンブ監督の方針で CB に、 セドリック・モンゴングと新加入のセバスティアン・ピー・グルニエが起用され守備的 MF へコンバートされたものの変わらずレギュラーとしてプレーしデビュー戦以降の出場試合のほとんどが90分フル出場とチームにとって欠かせない選手の一人となったさらに2010から11シーズンに副首相に任命され時にはステファヌ・リフィエに代わりキャプテンマークをつけることもあったが同シーズンに チームはリーグで降格した。モナコの降格に伴い国内外の様々なチームから関心を寄せられた末、2011年6月29日に350万ユーロの4年契約でオリンピックマルセイユへ加入。移籍1年目は10位と不振に陥ったが、その中でヌクルはベスト11に初選出され、また UEFA チャンピオンズリーグでも活躍するなど大きく飛躍した。 2013年3月3日、アウェーのトロは AG 戦でキャリア初得点を挙げた。しかし、マルセイユの財政状況が不安定なため、クラブと契約を更新せず、2016年に契約切れで退団した。2016年6月29日、オリンピックリヨンへ自由移籍で加入。リヨンでは、エマヌエルマンマナやムクタルリアカビトのポジション争いに、敗れ13試合の出場に終わった。 2017年8月5日、イタリアセリエ A のトリの FC へ、買い取りオプション付きのレンタルで移籍した。2008年に北京オリンピックに出場し、同年の南アフリカ戦で A 代表デビュー。以降は、アフリカネーションズカップ20 2010フ、2010FIFA フ、ワールドカップと主要な大会に出場した。リゴベールソング引退後に、首相の座に就いたサミュエルへの補佐として、 デヨングエノーと共に副首相に就任。2011年11月に行われたアルジェリアとの親善試合ではエトーが試合をボイコットしたことで、カメルーンサッカー連盟から15試合の出場停止を言い渡され、また、エノーがルイヨ警告による出場停止であったため、2012年2月29日のアフリカネーションズカップ2013予選、ギニアビサウ戦で、 初めて首相としてプレーした。8月下旬になっても江藤はチームに復帰することを拒否したため、ヌクルは正式に首相に任命された。2016年3月26日のアフリカネーションズカップ2017予選、南アフリカ戦で代表初得点を記録。アフリカネーションズカップ2017では、エジプトとの決勝戦で同点ゴールを挙げるなど、カメルーンの優勝に貢献した。 ありがとうございます。